んにちは、ずんだもんです。今回のハッキントッシュレビューはシンクパッド X1 カーボンジェネレーション法です。作り方のチュートリアルは概要欄と最後の画面で表示しますね。さて、早速スペックなのだ。 CPU は IGO のスカイレイク、メモリは 8GB なのだ。ちょうど Windows 11への OS の入れ替えがあるので、このノートパソコンは中古で安く出回ってきたのだ。正規の中古で今現在39,600円らしいけど、メルカリであるファさんは17,000円で手に入れたのだ。ちょっとお高いのでどうしようかと思うところではあるけれど、ベンチュラが動くはずなので買ってハッキングしてみたのだ。このノートパソコンは薄くて軽くて USB3.0 が3ポートもあるのだ。早速レビュー開始なのだ。いやいや、本当に薄いし軽いのだ。しかもちゃんと硬くてバッテリーもまだ生きている。当時のフラッグシップモデルが2万円以下だからある意味すごいのだ。というわけで電源ボタンをポチるのだ。お約束のレノボ画面が出たのだ。ここでいきなりオープンコアの選択メニューになるけれど、これはオープンコアモッドで Windows をの ACPI できちんと動かせるのだ。まず Windows 11をテストするのだ。スカイレイクでコールドブートをして9秒なら十分なのだ。さらに指紋センサーが使えるのだ。スタートアップでいつものシステムモニターが入っているのだ。安定までどのくらいかかるかな。一言添えておくと、アトムやセレロンでないので安定前でも遅いだけで動くのだ。さすがにちょっと時間がかかるのだ。1分でシステムモニターは出たのだ。この状態でもアプリの起動そのものはそう遅くないのだ。約1分30秒で良さそうなのだ。 Windows は重いけど結構頑張ってる方なのだ。じゃあいつもの通り Firefox で YouTube を見て動作確認してみるのだ。この通りキャッシュもクリアしているので辛めの判定なのだ。頑張りました。ハッキントッシュと打って、いつものずんだずんだ動画を再生。
といってもこの薄さはかっこいいのだ。じゃあ再起動して終了具合はどうでしょう。当時のことも考えるのでシャットダウンはちょっと遅めなのだ。はい、再起動したのだ。次はベンチュラをコールドブートさせましょう。皆さんも頑張ってくださいね。